諦めんぞ。お侍、小川道場も猛虎の手に。かつて夏の間、長尾家の若い奴らと稽古をしたな。日本の剣術を盗まれてしまいます。そうたやすく得得はできぬが、止めに行かねばな。ジン、来たか。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は中だ。お待ちを。酒井様、雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで？隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。
あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。訪ねてみては。兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと、よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。姫、館へ急げ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、ベテンテイ、お着けよ。捕まった。助けて。殺させるものか。俺はここだ。血が止まらない。深く切られた。こんなところで死にたくない。血が止まらない。助けて。ちょっと歩きし、僕は。どうしよう。どうしよう。隠れろ。おい、来るな。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて。だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。
死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿、ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。貞雄がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめとものなさけだ。後ほど野営で会おうぞ。